今日はですね、正しい座り方について、お話をしようと思います。正しい座り方って何だろうっていうところですね。で、ね、ここにですね、ほねほねくんがいるんですけど、この中で、一番わかりやすいところに、ここに座骨っていう骨がここにあるんですね、座骨。で、座骨ってのは簡単に言うと座る骨って書くんですよ。わかります？だから、座る骨で支えてあげれば、正しい姿勢ってできるわけですよね。だから、まずその座骨っていうところに、体重が乗っていると、正しい座り方。で、正しい座り方っていうのは、非常に腰痛とか、肩こりなんかを予防する効果もあるし、正しい座り方は正しい軸を作るんで、パフォーマンスを作ります。じゃあね、その座骨ってどこにあるかっていうとですね、こうね、お尻のお肉の下を触ると、なんか骨っぽいものあります。ここをね、わかんなければこうやってね、前かがみとかしてみると、なんか前かがみになると座骨が出てくるんですね。この骨。わかりますね。この座骨をしっかりと、に体重を乗っけてあげればいいんで、座骨を見つけたらですね、例えばこの椅子でしたら、この座骨、お辞儀して見つけますよ。見つけたら、ありました。ここに引っ掛けてあげるように座ると正しい姿勢になります。でも座骨を転がしてしまうと、こうなってしまいますよね。だから座骨を見つけてあげる。ね。ここ。ちょっとお尻を下から持ち上げてあげると、ここに座骨っていう骨があります。わかんないけど前かがみすると座骨出てきます。そしてここを座ってあげる。そうです。で、さらにね、もしかしたらこうやって手でこうやってそのまま置いてあげると座骨に体重が乗っている感覚っていうのがもしかしたらわかりやすいかもしれないんで、このまま離してあげると正しい姿勢になりますよね。はい。なんとなくわかりますかね。はい。なので、この座骨に体重を乗っけるってことを常に意識しておくと正しい姿勢っていうのは作りやすいってことですね。はい。なので、例えばこれ、あぐらの場合も一緒です。あぐらなんかでもですね、ね、まあ、監督とか先生の話長いと、僕なんかこうなっちゃうこと多いですけど、ね、この座骨を認識して、座骨に体重を乗っけると、ね、体が起きますよね。そうすると、体の軸ができるんで、座ってることも、意味が出てくるわけです。で、これ丸まっていくと、腰痛になるために、ね、あぐらかいてる状態になっちゃいますんで、しっかりと座骨を意識する。はい。こうね、骨骨をくん見てですね。ちょっと骨骨姿勢悪いんですけど、こうね、お尻のところに座骨って骨があるね。この座骨を意識することによって違いますよね。はい。ね、座骨ですね。で、ここ座骨を意識して、正座。ね。座骨を転がしてしまうと骨盤が後傾しちゃうんで、座骨に体重が乗る。ね。座骨に、まあ、正座でしたら座骨のところにかかとが乗るといいかもしれません。こうすると腰が起きてきますよね。こうするとこのような正しい姿勢になっていくんで、正しい座り方のポイントは座骨なんだよってことをね、意識して座っていると、腰の負担とかですね、あと長時間座っていても神経痛なんかも起きづらくなるんで、ちょっとそこを工夫してあげるといいんじゃないかと思います。で、例えばですね、じゃあそのどうしてもね、そうは言っても転がっちゃうよって人がいたらどうかな。なんでもいいです。ちょっとこれじゃでかいかもしれないですけど、ちょっとこれじゃでかいかな、でかいかもですけど、ちょっとこれ座骨に引っ掛けてあげるとね、だから これでもいいですし、タオルじゃちょっと辛い、こんな枕にしよう。こんな枕あればですよ、座布団でもいいです。座布団でもちょっとこうね、さっき言いました、座骨を気にして座ってあげる。こうしてあげると正しい姿勢ができるんで、ちょっとその辺を意識するといいと思いますね。で、椅子は基本的に90度以上曲げちゃうと骨盤が転がり、椅子がね、90度以上低いと丸まりやすいんで、なるべくね、椅子は高い方が正しい座り方を、しやすいってことをしておくといいんじゃないかと思うんで、まあ、ここ最近ちょっとね、正しい座り方って何ですかとかね、よく聞かれるんですけど、そういうのは座骨っても意識すると、正しい姿勢ができると、ね、すごい、私も武道をずっとやったんでですね、ね、心もすごいね、なんていうかな、ブレづらくなるんですね。もうやっぱり姿勢っていうのは非常に集中力丸まっちゃうと、脊から、仙骨まで脳脊髄液っていう流れが悪くなったりすることによって集中力がなくなっちゃったりとか免疫が下がったりするんですね。なので正しい姿勢ってめちゃくちゃ大事なんですよ、ね、でめちゃくちゃ大事だけど、皆さんも分かってると思うんですけどサボっちゃうじゃないですか。
なので、ね、座骨、ね、座骨を意識してあげるだけで変わりますよと。で、いきなりね、ずっと30分座るってことは結構大変なので、ただちょっとね、正しい姿勢かどうかっていうのを目安としてこの座骨っていうものを意識するといいんじゃないかと思います。正しい座り方で、集中力を身につけてね、勉強とかですね、人生を豊かなものにしていきましょう。今日は以上です。